はい、この内容はとても基礎を重点的に置いている内容です。でやはり今全日本とか実業団でやっている方も必ず基本があってからこそ のものだと思います。で、まあ、斉藤さんと今一緒に教えていただいたりしてるんですけれども、やはり細かく丁寧に教えてくださるので、とても自分にも役立ちますし、今後の自分のバレーボール人生の中でもやはり役立つものだと思うので、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。回転させないためなんですけれども、ボールの中心に向かってスパイクを上手くなるためにですね、すぐにこうネット越しにスパイクを打って、とにかく打って練習っていう方もいらっしゃるんですけれども、実はそれはすごい遠回りなんですね。ポイントもスイングがずれてもですね、手のひらが届くようにしっかり親指を引きます。でこれができるようになったらですね、肘の使い方と手首、東京バレーボールアカデミーの斉藤です。今回の内容ですね、効率的な上達というところで、この練習に生かしていただければと思います。よろしくお願いします。